現在地ここなんで、まあ、でまあね、このお城というか、なんかありますね、あそこにロシア語でライって書いてます。ありがとうございます。はい、あ、こんにちは。あ、いやちょっとね、お昼休みというか、まあ、ちょっと空き時間なんで何をしようかなと今日思いながら来たんですけど、今日はね RSK の本社のこの丸の内来てます。ちょっとね気になるスポットあるかなみたいな感じで、ちょっと今日はね歩いていこうかなと思います。まあ、この石段ね、岡山城に関係したりとかね、この辺とか前から気になってる場所であるんですけど、まあこの辺をねちょっと一周しようかなと今日は思います。はい、池田光政ね、隠居場所ね。はい、この辺にまあこれがこういう感じになってますけど、もうこの辺でも岡山城だったということですよね。はい、いやね、今日もね天気がめちゃめちゃいいかなと、もうね20度超えな感じかなと思うんですけども、岡山市民会館ですね、こちら。で、まあ、この石山公園来たわけですけども、ちょっとね気になるスポットが、はい、こちらですね。この岡山城の石垣、これで移動したっていうやつですね、この石山公園で。でね、ちょっと お天気いいんで、ちょうどなんかこういう感じでね、ランチタイムとかいいですよね。岡山城見えたりとか、まあね、綺麗な感じの自然が見えるってね。でもう一つね、気になる場所があるんですけども、これですね、このなんかリスの石像、岡山城とこのリスね、石関町ね、現在地ここなんで、まあこの辺が RSK かな。はい、おいしょも、ということでございます。
はい、岡山城、こんな感じになって、結構ねやっぱり浅井川をねうまく使っているということで、もうこれ京橋なんですね。でここに本丸があって、だからこの京橋朝市があって、まあ、そっからのなんかまあいろんな物流が流れてっていうことですよね。これねまっすぐ行ったら岡山駅なんですよね。で、まあ、今回はこのね周辺なんで、これをねあのちょっとあの交差点をね左に曲がってみようかなと思います。そうですね。でこの下にねオブジェがあるというわけです。はい、ここが内堀、この辺っていうことですよね。まあねこの辺もなんかちょっとね昔ながらのなんだろうな街並みが残りつつなんですけど、まあ、こちら錦秋開花、錦秋開花、はい、ねこれも登録有形、登録有形文化財ですね。はい、テイクアウト OK、ね、はい、でまあねこのお城というか気になりますよね。こうやっていきます。ペイントというか貼ってますね、ここへ。映画館、なんでしょうね、もしシネマクレ、まあこの辺お菓子屋さんとか着物屋さんとか、なんか昔からあるようなお店がね並んでます、はい、まあ、これも年季の入った建物ですね。なんかありますね、あそこにロシア語でライって書いてます。なんかお店なのかな、ロシアの。でこっから県庁通りに入ります。RSK プロビジョン、こんなとこにあるんですね。中国銀行本店前、はい、
というわけでやってきました、僕の好きな唐揚げ屋さんです。やってんのかな、どうしようかな、なんか前もね頼んだんですけど、あ、これがいいですね、このやん。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、買いましたね、食べ歩き福沢さんです。はい、じゃあちょっともう時間なんで帰りますね。こちらが焼肉屋さんですね、昼間からやってる焼肉屋さんでございます。はい、こんな感じでございます。すごいなんかいい香りがします。ちょっといただきます。あ、甘だれですね、甘だれピリ辛、うん、ちょっとなんか韓国っぽい感じかなと、うん、うん、美味しいですこれ。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。